ぱり良くないと思うし、まあ、相手が10人になりましたけど、まあ、新婚強くやった結果が最後ほんとみんなに勝ち取ったところだと思います。それでは今回の番組の意気込みをスポンサーの皆さんにお願いします。やっとお手でのサポーターの皆さんに顔が覚えてもらえるようなプレーができたと思います。共に優勝を目指して J1 に行きましょう。選手のみんなと、ベンチに入っていない選手のみんな、そして